まあ、今日ベンチメンバーにも中川と水沼も入ってますから、そうですね、そうですね、まあ、時間帯によってはこういう選手がまあ出てきてさらに攻撃力を増すっていう反省をしていましたが、今日はどういう立ち上がりになりますか。今笛が鳴って前半の45分スタートです。この立ち上がりちょっと注目ですね。いや、そうですね、前からやはり行きましたね。バックパス、これが最終ディフェンスラインになります。サッカーが左足で立ってますね。神谷ではなく江坂、わずかに外れました。ロスの2センターバックと、まあ、2対2になるような、うん、抜け目なくシュートを狙ってきます。この人はミドルレンジも得意です、仲間。さあコーナーキック、グランダーのボールか、うん、低いボール、弾道ボレー、これナイスキーパー、頭で結局は押し込むことができませんでしたが、上島このブロックに苦しみますね。そうです、あの 4-4 の間になかなかボール入らないっていうのはありますよね。アーリークロス、ヘディングシュート、ーとポストが救ってくれた、ポストが救ってくれたレイソル。まあ柏の方がね、うまくゲーム進めてますから、はい、チャンスになりました。仲間が行く、仲間が行く、そのまま仲間マイナスのボール、フリー、神谷結局外した。あのあたりの予測もさすがですよね。アンジェロッティがすでに中、一平篠塚もボックス内、左で作っていきます。仲間、そしてどうだ、来た、決めたのは一平篠塚、柏レイソル待望の得点が入りました。82分、柏レイソル、こうサイドからですね、右足でインスイング、一番外からですね。その中川、中川左足切られている。さあ中川渡したボール、正面からシュート、見事松原、同点弾は86分、追いついた横浜 F マリノス、見事なシュート。いや、すごいシュートでしたね。右足の少し、まあ、インサイドにかけるかけ気味でしたけれども、いや、このサイドバックは少し中のレーン使うのがマリノスの特徴なんですけれども、あのポジションに立ってサイドバックからのシュートを打てるというのは大きな武器ですね。いや、すごいシュートでしたね。よく詰めています。ボールは下がります。そして今長いホイッスルが鳴りました。西村雄一主審の笛が鳴って今試合が終わりました。サッカーを愛する全ての皆様へ、 J リーグはお客様にスタジアムで安心安全にご覧いただくために新型コロナウイルス感染症予防対策を徹底しております。これからも皆様にスタジアムで全力のプレーを、熱気を、臨場感を、一体感を感じていただくために J リーグは対策を徹底します。スタジアムでお待ちしています。